ここからね、15キロほど先に、何やらね、いいお風呂屋さんを見つけたんで、もうね、こちらの方に移動して、お風呂にね、入りに行かせていただきたいと思います。ということでね、移動開始です。はい、ということで、こちらですね。はい、到着です。お疲れ様でした。こちらはね、薬務温泉 UI 熊野館さんですね。なんかね、お風呂はね、結構大きいらしいんですけども、JAF の会員証見せたらね、310円で入れるらしいんで、ちょっとね、行ってきたいと思います。行ってきます。あ、すいません、お風呂お願いします。こちらですね。じゃあね、貴重品預けてからもう行ってきたいと思います。はい、上がりました。よっしゃ、よし。はい、ということでね、お風呂入ってきました。気持ちよかったです。内湯と外湯があってから、内湯のお風呂は一つだけだったんですけども、めちゃめちゃでかくてから、ちょっとしたプールレベルの大きさのお風呂でから、すごいゆっくりできました。で、体もね、さっぱりしたんですけども、今夜の宿泊場所っていうのをね、探さないといけないんですよね。で、この辺にはね、展望台とかがないんで、どっか車中泊できるいい場所ないかなと思って探しましたら、宍道湖フレーパークさんっていうところがありまして、こちらはね、お手洗いもあるんですけども、僕はね、ここはいい場所だなっていうふうに思いながら、今まで利用させていただいたことがない場所ではありますんで、今からね、こちらの宍道湖フレーパークさんの方にね、移動してみたいと思います。で、ちなみにね、あと500円ほど使えるお金が残ってるんで、ちょっとね、今夜のお飲み物等もね、手に入れてから、こちらの方に移動させてもらいたいと思います。はい、じゃあね、行きましょう。よいしょ。はい。はい、到着です。こちらはね、新興さんっていうスーパーさんですね。あのね、507円もあったらね、いろいろ買えるんで、ちょっとね、買い占めていきたいと思います。行ってきます。はい、ということで、ね、買い物終了です。いいの買いました。ということでね、もう無事買い物も終わったんで、今夜のね、宿泊予定地の方に移動させてもらいたいと思います。もうね、近くです。行きましょう。到着です。おし、 OK、 到着です。はい、ということでね、宍道湖フレアパークさんの駐車場の一番端っこに到着です。一番いいところがね、ちょうど開きました。で、こちらはね、あちらの方にもお手洗いがある駐車場で、向こうの方はね、展望台になってるんで、景色もね、いい場所です。ただしね、ちょっと駐車場傾いてるんで、ちょっとね、カースロープ出してから少しね、いい感じに止めさせてもらいたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで車中泊の準備ができたんですけども、この場所ね、ずっと車が通っててからね、少々ちょっと賑やかなんで、やっぱしね、場所を変えたいと思います。で、どっかね、静かな場所ないかなと思ったら、この辺に空港があったんですけども、空港の端っこの方にね、車中泊させてもらえそうな場所があったんで、もうね、パッと片付けてそちらの方に移動したいと思います。で、こちらがね、もう出雲空港の駐車場なんですけども、僕はね、この先にある公園の駐車場の方に行ってます。ね、こちらなんですけども、はい、ということでね、ごそごそして車のね、セットが準備完了しました。で、今日はね、ちょっとなんか蒸し暑いんで、リアゲートを開けさせてもらってからね、メッシュつけました。これでね、今晩はゆっくり過ごせると思います。ということで、ね、もう今現在時刻はね、8時を回っててお腹も空いてきたんで、もう車の中に入ってね、最後の晩餐ゆっくり作って食べたいと思います。よし、こもりましょう。で、今ね、残ってる食材ちょっと出してみますと、ね、こんな感じですね。フグが4切れ。そこから釜揚げシラス。で、ソーセージに玉ねぎですね。で、こんだけ残ってる状態にもかかわらず、507円残ってたんでね、鶏皮とおしんこ。これでね、309円。と、あとね、本切りの大きいやつ買ってきました。これがね、181円でした。ですんで、合計ね、490円使いました。ですんで、
全部で19,987円使って17円残ったという格好ですね。はい。で、もうね、食材がこんなにたくさんあるんですけども、お腹も空いてるんで、もうね、ちょっとパパパパッと料理をね、作っていきたいと思います。で、もうね、今日はこちらの風味いただこうと思うんですけども、これをね、また、なんだろう、揚げてしまうのも芸がないんで、これはね、2匹は素焼きにして、2匹はフグ飯にしてね、いただきたいと思います。で、素焼きやね、フグ飯にするには、この、ついてる衣がもう邪魔なんで、これをね、落としましょう。まずはこちらをね、もう全部、袋に取って、よいしょ。で、こっちはね、もうちょっと匂うんで、すぐに、しまいます。アイラップに積んどけばね、匂いは相当減らせます。OK。で、このフグに、水を少々入れて、フグのね、身についてる謎の粉をね、ちょっと洗い流します。あんまり振りすぎたらね、穴が開いちゃうんで、優しく振って、OK。で、これをね、取り出してね、拭いていきます。はい、そしたらね、こんな感じで水揚げされたばかりのね、フグが完成しました。で、こちらはね、2匹は焼いて、2匹はね、フグ飯にしようと思うんで、こうやって並べて、中にね、ソーセージを入れようと思ったんですけども、今回ね、食べるものがたくさんできすぎてから、僕、コークまで食べきれないと思うんでね、こちらはね、まだまだ賞味期限あるんで、もうね、ちょっとね、今日晩はいただかないことにします。もしかしたら残るかもしれません。で、こんな感じでね、焼こうと思うんですけども、電源をね、蛇口の線使います。で、蛇口の線のね、充電の復活具合なんですけども、今日一日ね、走行充電しただけで 45% まで充電がね、復活しました。ちなみにね、USB でスマホも充電しながらだったんで、本当だったらね、50% ぐらい復活してるかもしれません。で、焼いてる間にね、フグ飯のね、準備をしましょう。フグ飯はね、蒸せ米で炊きましょう。で、今回はね、チョコタカン使います。どれぐらいかな?もう分かりやすい分量でいきましょう。米 100cc。で、これにね、1.3 倍か 1.4 倍の水を足すんで、とりあえずね、水 130cc にしましょう。はい、これぐらい。ここにね、もう適当に調味料入れていきます。あ、フグ焼けたけど、もうこっち先にします。酒、スプーン半分。みりん、スプーン半分。醤油、これはね、もう少々です。スプーン半分。薄めでいいです。ここにね、水揚げされたばかりのフグを並べて、あとはね、この状態にして、水を吸うまでね、しばらく放置です。で、フグはもう綺麗に焼けてますね。バッチリです。で、こちらも取り出して、こっちですね。こっちにね、みんな大好きなね、鶏皮を作りましょう。もうね、いろいろ手間なんで、薄く並べます。あのね、想像以上に入っててびっくりです。2回分ぐらいありますね、これ。で、塩コショウを振ったら、200度10分。で、ちなみに今のね、電池残量は 37% です。はい。ということでね、鶏皮から料理を始めとけば、両方出来上がってからね、ご飯炊く準備できたかもしれませんけども、まあ、細かいことは置いといてね、早速ね、晩酌始めたいと思います。いただきます。果たしてお味は。うん、バッチリです。めちゃくちゃ美味しくできてます。衣落としたからね、味もちょうどいいです。よし、ということでね、いただきましょう。最高です。美味しいのができました。ね、岡山でもね、フグは手に入るんですけども、普段食べないんですけども、こんなに美味しいと思いませんでした。うん、はい、10分経過。おー、できました、できました。できたんですけども、実はなんですけども、国産の鶏皮って焼いたらね、こんな感じで灰色っぽくなるんですよね。で、海外産の鶏皮ってね、焼いたらめちゃくちゃその黄色くなってから美味しそうになるけども、国産はこんな感じだからね、見た目的にね、ちょっとあれっていう感じにはなります。酔っ払ってるから言うんですけどもね、料理はやっぱし実験です。たくさん作ってね、たくさんいろいろ試してみて、それからね、上手になっていくんで、
もう失敗を恐れずね、たくさん使うことをお勧めします。米粉、そしたらね、こんな感じで流れてきます。はい、こんな感じですね。で、セットで、またね、10分やります。ちなみにね、電池材料 23% です。ノンフライでの料理はね、もういつどの場所でやっても同じようにできるんで、これはね、本当に車中泊で最強の調理器具です。はい、完成ですね。今度はね、なんかサクサクの美味しそうな感じできました。で、油はね、こんだけ取れました。でもう先にね、入れておきます、油吸うやつ。ということで、ね、いただいてみましょう。美味しそう。上手にできました。これも電気残量がね、いきなり 2% まで減りました。あの、ジャグリはね、なんかこんな感じでから、最後の方でね、急に電池が減る癖があるんで、その分になったみたいです。で、倉庫を押したらね、こっちも、もう水を吸って炊ける準備できたんで、チョコとかでもね、向こうの EB150 で炊きましょう。よし、じゃあね、今後ろから線持ってきたんで、これで炊きましょう。よし。OK しましょう。で、あとね、しばらく蒸しましょう。で、待ってる間にね、おしんこ、ちょっと水切りしましょう。あのね、ダイソーにね、カップラーメンの汁を捨てるための粉があったんで、あれを買ってもよかったんですけども、買ってないんでね、ここでね、水切りしましょう。多分ね、ダイソーさんはね、カップラーメンの水で考えてたと思うんですけども、こういったね、漬物の汁とか、豆腐の汁とかをね、捨てるのに、車中泊勢にはね、相当ありがたい粉だと思うんで、あれね、ちょっとまた買いましょう。吉野のね、お漬物いただきましょう。美味しい。よし、ということでね、ふぐ飯蒸らし割ったんですけども、すごいいい感じできてますね。ちょっとね、ほぐします。よし、できました。いただきましょう。美味しくできました。ちょっとね、薄味なんですけども、美味しいです。ということでね、引き続き動画見ながらね、ゆっくりしたいと思います。はい、ということでね、ご飯食べ終わって完食です。ごちそうさまでした。で、今日はね、すごくたくさん移動して、迷路もね、クリアしたりして、すごい疲れたんで、もうね、休ませていただきたいと思います。ということで、ね、皆さん、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時37分です。昨晩はね、気候が良くてからゆっくりぐっすり朝まで休めました。外は曇りですね、今日は。で、まだね、飛行機はちょっと飛び立てない時間です。よし、でね、目が覚めたら UCC コーヒーと行きたいところなんですけども、残ってるシラスでご飯食べたいんでね、ご飯炊きましょう。これですね、どっかで買ったブラックハンゴーです。無洗米 150cc。 お水を同じ分量じゃなくて 1.4 だから 200cc ぐらいしときましょうかね。これでね、しばらく漬け置きします。で、あとはね、コーヒー入れましょう。来ました。よし、ちょっとお出かけしましょう。宍道湖、ここはね、シジミがすごい有名な湖ですね。確かに対岸側の方でね、すごい取れるはずです。コーヒー飲みましょう。いただきます。で、なんかね、向こうの方行ったら飛行機がね、飛び立つの見えそうなんでね、飛行機の時間ちょっと調べてから後で行ってみましょう。あ、ちなみにね、さっきちょっとお手洗い利用させていただきました。普通にね、使えてよかったです。よし、ただいま。で、うん、お米もね、水を吸ったようなんで、ご飯炊きましょう。ご飯はね、これ炊きましょう。ダイソーで買ってるやつです。下にね、ホイルちょっと敷いておきましょう。こんなにいらんかったんだけどな。こうで、ここはね、空港離れた公園の駐車場でかけた塩はね、一応 OK なんで、
ここでやらせていただきます。よいしょ。で、こうですね。はい、これでね、あとはほったらかしです。よし。じゃあね、ちょっとご飯炊いてる間に車内片付けたいと思います。はい、あのね、なんかどうなんだろう。まだね、半分ぐらいしか燃えてないんですけども、なんかね、炊き上がったふうな気配があるんですよね。火力が強すぎるんだと思います。ちょっとね、覗き見です。あ、炊けてるね、やっぱし。よし、もうじゃあね、これ火を下ろしましょう。火を下ろして、一旦ね、蒸らしましょう。よいしょ。で、この火がもったいないんでね、ちょっとお湯沸かしましょう。網、やかん。よし、蒸らしもね、完成しみたいなので見てみましょう。せーの、よっと。はい、上手炊きました。この黒いメスティにね、なんか100均かどっかで売ってたと思うんですけども、1500円ぐらいでくっつかない加工がされてるやつです。便利ですね、これは。一つは朝食用で、一つはね、持ち帰り用にします。で、持ち帰り用はね、これでシラスのおにぎり作ります。もうね、作り方は簡単で、暑いからね、こっちに寝て、ご飯はこんな感じでね、半分取って、シラス、あとはね、これ少し冷まして、もうおにぎりにします。今はね、まだちょっとくっつきにくいんで、で、ね、もうね、そろそろ飛行機が飛び出す時間なんで、動かないといけないんですけども、ここにね、もうシラスをかけて、で、タレはね、後でかけましょう。で、この空いた隙間にお漬物、あ、今離陸、あ、着陸してきた。で、あとはね、今朝はもうあっさり行きたいんで、はい、お吸い物、これで OK ですね。じゃあね、ちょっとね、景色のいい場所探していきましょう。よし、行きましょう。はい、いいのがね、ありました。机と椅子ですね、これ。おー、利用させていただきましょう。これは素晴らしい。飛行機がね、今向こうに移動します。おー、いい場所取れましたね、これは。じゃあね、ご飯いただきましょう。これですね、シラス丼のタレかけて OK。 いただきます。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。わあ、これね、シラスもさることながら、このタレがね、めちゃくちゃ美味しいです。すごいな、びっくりです。シラスにめちゃくちゃ合ってます。これね、一袋15円ぐらいで売れてたんで、岡山でも売ってほしいですね。あ、飛行機はね、向き変えてます。すげー。はい、いいのがね、見れました。よかったです。ちなみにね、次の飛行機はもう30分後ぐらいなんで、あとはね、ゆっくりこちらで宍道湖の方ね、見ながらご飯ゆっくりいただきたいと思います。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんですけどもね、ちょっと実はこのタレがね、美味しすぎてから、これちょっとなんか半分残してね、ないないするのもすごいもったいないんで、もうね、ちょっとさっきあの半分取ってたシラスを混ぜたご飯もね、もうこっちに入れてから一緒に食べてしまいましょう。これ車に持っていただきます。よし、うん、はい、ということでね、改めまして完食です。ごちそうさまでした。よし、じゃあね、火も昇ってきたんで、そろそろね、片付けをして出発できる準備をしたいと思います。はい、ということで今回は5泊6日の車中泊旅だったんですけども、いかがだったでしょうか。今回はね、本当に普段回ることができないところをたくさん回ることができてから、いろんな場所で車中泊をしてから、いろんな場所も観光できたんで、もう個人的にね、本当に大満足です。はい、で、当初の予算はね、2万円と決めたんですけども、ガソリン代はどうしてもね、ちょっと入れることができなかったんですけども、ガソリン代抜きで19,983円っていうね、金額で5泊6日を楽しむことができたんで、かなりね、安くて楽しい旅ができて、本当にね、良かったと思います。で、今回旅をする上でね、すごく重要だったのが、この屋根につけたソーラーパネルで、これはね、スワオキの 150W のソーラーパネルなんですけども、これのおかげでから、ここにの電源をね、ずーっと充電することができて、そのおかげでね、冷蔵庫と車内の照明をね、ずーっと賄うことができたんで、ソーラーパネルのおかげでね、この旅は本当に完結することができました。ちなみに、ジャグリの線なんですけども、こちらはね、車内調理で使ってたんですけども、
途中電池がなくなったものの、走行充電で1日でね半分ぐらいまで復活できたんで、こちらもねすごく役立ちました。はい。で今回出たグミはこんな感じで、から袋2個とペットボトルとか缶出たんですけども、今回はね容器にアイラップをかぶせることでね、容器のゴミが出なかったんで、いつかがね毎日でしたけども、これだけで済ますことができました。ちなみにねこのゴミは家に帰ってね処分しようと思います。はい。ということでね、もう今回の旅はこれで終わりなんで、家にね帰ろうと思うんですけれども、ここからね家の方までは188キロでね約4時間ぐらいかかる話です。で高速道路を使ったらね3時間ぐらいで帰れるんですけども、今回はもう2万円っていうね金額を決めて、あと17円しかないんでね、ジュースも買えないような状態ではあるんで、もうね頑張って下道4時間かけてね家の方に帰りたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。家に帰ります。はい。ということでね、ここから先はおまけ動画です。帰る道中にね、喉が渇くんですけども、お金がないんですよね。なんですけども、僕にはね、この、強炭酸水とカルピスがあるんでね、これでカルピスソーダをね、作って、飲み飲みね、帰りたいと思います。はい。よいしょ。うん、美味しい。最高です。じゃあね、これ飲み飲み帰りましょう。帰りはね、エアコン入れて帰りましょう。燃料は十分持ちます。お疲れ。